消費税を廃止しましょう。庶民に大きな負担を強いる消費税を廃止しましょう。金持ち優遇の消費税を廃止しましょう。消費税を廃止し、金持ちの所得税、住民税、大企業の法人税、大企業の事業所税、これらを個人番号、法人番号で厳格に徴収しなければなりません。税は累進制にし、所得、利益、事業規模の大小に応じ課税しなければなりません。ソフトバンクグループはこの1年間の利益が1兆円の利益で、法人税0円。孫正義氏は配当100億円。このような企業はいりません。海外に逃げる個人、法人は必要ありません。税制改正し、課税逃れを阻止しなければなりません。この20年間続いてきたデフレ、経済の低迷は、政権与党、自由民主党、公明党、政府、財務省の経済政策の失敗です。20年間続いてきたデフレと経済の低迷から脱出し、私たち国民のあなたの生活を良くするには、あなたの生活を良くするには政府が大胆な財政出動するほかありません。これまでのように民間企業に投げるだけではダメです。財政出動の財源は国債です。これは投資です。国債は投資です。国債の発行を赤字国債、将来世代の負担、子や孫世代へのつけ、これは大嘘で、でたらめです。そして財政出動には、政府紙幣を発行しなければなりません。私たち国民は、日本の国民は皆、懸命に働いております。富の再配分、公共投資の調整、これで老後など心配ありません。日本の財政破綻など、これは大嘘です。国際通貨の日本円を発行できる我が日本国は財政破綻などしません。